いや、ここからこれ家じゃないの。確かに。本当会社のエントランスって感じで。小松原さん、ここ登ってったんですか。そこを登っていった。その横の階段は降りなかった。なんか使った記憶がないんだよね。ただ基本的にあのコルビジェのモジュールっていうのは狭いんだよね。すごい狭いのよ。だから階段とか降りづらいのよね。本当になんかあの モデュロールっていうコルビジェの作ってるのって本当ピッチが狭くて結構住む人には辛い設計だなと思って感じて帰ってきたけどね。これも同じスロープで下から上がってきて折り返したところですかね。ところですね、うん、2階に上がる中間の踊り場。雨漏りした時はここ水流れてる、ね、水流れてるし流れてきた雨かみたいなね。はい、すごそう。一番上から繋がってますからね、あれ。ああ、そうか、うん、なるほど。で、上がってサロンがでね。すいません、ちなみにあの勾配のスロープってどうなんですか。実際こう上がってみて登りやすいんですか。なんか結構急に見える。あのね、ここはね緩やかだった。そっか。でもう一個その前に同じようなかけたやってるのがパリにあるジャンヌレテっていうのはむっちゃきつかった。多分それの失敗を考えてここは緩やかにしたのかなって感じがする。かえって階段の方が登りやすいんじゃないかっていう気さえしてしまうんですけど、なんでだったんですかね。なんでね、この人これを入れるのか。今だとスロープってもう車椅子の人のためとかバリアフリーとかって考え方になるじゃないですか。ああ、じゃあそれを考えてたのかね。その時に車椅子があったんですかね。いや、あるでしょう、もしかしたら本当にそういうバリアフリーじゃないけど、この時エレベーターもないから、なんとなくそういうのも考えてたの。老後ということも考えてたのかもしれないね。老後、確かに。ありえなくはないね、このコルビジェに関しては。最後の住宅を見たら週末まで考えてるからね。もう一個あるとすれば、家具の搬入。楽だね。そっか、螺旋じゃね。螺旋階段だからかなと、推測の範疇ですけどね。でこれが、リビングになるんですかね。リビングね、サロン。でこの感じがやっぱり僕もその良くて、自分の住宅であったりいいなと思って一生懸命いろんな資料を集めて、みんなやっぱりこういう感じで作る。そしたら、あ、こまさにこれが本当の基本中の基本、オリジナルなんだなっていうような感じはしましたね。したなって、やっぱすごいいいなと思うのが水平連続窓で、これが内と外をつなげてるんですよね、ここの。全部ねつながってるから外と内をなんか空間的に、でガラス面だし、境界をなくすっていう意味合いですごい。まあ、この大開口がやっぱりこのガラスをよく入れたなっていうような感じで、まあやっぱり贅沢感はすごい、この贅沢感はすごいなっていう方がなんとなく感じたかな。言われてみたらこの水平窓の高さも微妙だよ。あるんだろうね、やっぱり何個も。今の時代でさえこのでかいガラスなんて入れようとしたら怒られる。めっちゃ高い、予算さえ合えばね。 あるならいくらでも、これだけ入れようともう100万超えるからね。リアル。あとこの時代にはもうこれ、まあ、当初からあったのかわかんないですけど間接照明。あ、それ照明なんですね、すごい。ダクトっぽい。ダクトかと思違うアングルあるか。七不思議第2弾。素晴らしいです。なんだろうな。でもほらこの広い空間にこの1本しかも間接照明しかないですからね。やっぱその海外の、真っ暗、教室のこうあり方って違うんですよね。全然日中は自然光がやたら入ってきますもんね。
まあ、夜は逆に暗くてもメリハリあっていいのかもしれない。足、暖炉もありますから、ね、2階ですよ、ね、サロン、サロンって書いてるもんね、何でも、あー、なるほど、なんか言葉の意味、だから、で、その内側から外を見た絵ですね、これ小松川さんが実際に撮影した、なぜか床が濡れてるという ね、今考えて写真見てみたら濡れてるんだよ拭いてたのかな拭いてた、確かにコップが消した後かもしれない、ちょうど10月だったからこれ行ったのが、でも今だいたいこういうなガーデンハウスっていうか中庭の邸宅っていうのはだいたいこんな形をみんな作ってるかなっていう感じはするんだけどね、これが中庭からサロンっていうかリビングを見た、これちょっと 夜の雰囲気見てみたいですね、中庭からそのサロンの中のいい、ね、雰囲気が閉館してると思うけどね、急に現実的な話するじゃないですか、現実的だねちなみにここのテーブル、これコンクリートで売ってるらしいです。へえ。まあ、なんですか、モーニングとかはここで食べるみたいな感じですかね。ディナーもですか。キャンドル置いて。そういうこと考えたんだろうね、多分。贅沢な使い方ですね。浴室。すごい。浴室ですね。これお風呂って1階と2階にあるんですかね、なんかバスタブのやつも置いてあるんですよ ね、バスタブだよね、だから1階にあったかなって感じで、なんかどうだったろうって今考えたらあんまり思い出せないんだけど、この目線の感じだとこれは2階ですもんね、ここの、これ2階で1階はなかったんじゃないかな。あ、そうですかね。あ、1階もあるね。あります。1階もあるわ。ちっちゃいサービスバスがあるね。お風呂2階あるって時点でもう豪邸ですね。豪邸だよね。で、2階にこういうものを作るっていう。これが水、漏水の原因じゃないですか。そうかもしれないね、これが防水ちゃんとしてない、防水なんかないだろうからね、その時代はそうですよね、シャワーないんですね、あるのかな、反対側シャワー なかったね、1階はシャワーついてるわ、もう本当に多分そういうことだと思う、日光浴を楽しむような感じの、まあ、こうじゃないの、サウナじゃないんだろうけど、まあゆったりとっていう、この多分この湾曲した椅子がコルビジェの LC 何番か分かんないけど、それと同じだもんね、ここに寝そべったんでしょうね、寝そべったんだろうね、僕のやっぱコルビジェマニアの子はいて裸でここで寝たって言ってたからね裸になる人やっぱあるんだ、裸になったって言ってたもんね、一応服脱いで一応寝たって言ってたから、肌で感じたかったですかね、感じたかったって、このトップライトもいいですよね、トップライトはいっぱいあるよね、ここは本当に多分ね、ここ主寝室とかからも行けて、主寝室にも多分お風呂とかあるんだよね、でこれがメインの主寝室用のメインのバスルームがこれみたいな、各部屋に1個ずつあるみたい、だから3室あるから3個あって、これがそのここのオーナーさんのお風呂場みたいな、これがキッチン、キッチンはそのサロンの真横にある、さっきちらっと見えたとこ、暖炉から見て奥に見えたところから入れて、でそこからみんな食べるように出してくるような感じ、やっぱり、まあ
基本的に管理人とかがもう常駐してたらしいから、まあその人たちが用意して多分、オーナーを お出迎えするっていうような感じなんだけどね。ゲストなりを、うん、まあオーナーが作るわけではないんだろう。もう貴族って感じですね。その作り方が結構あの結構なんていうの細かく考えられてるっていうふうにはなんとなく書いてはあったけど、うん、まあ今と比べればどうしてもやっぱりまあ殺風景な感じはするけど、まあその当時としてはやっぱり相当考えられてたんだろうね。これがさっき見たの反対側のですね、棚。違いの扉が可愛いです、まあ、確かにこんなでかい幅の2枚ですもんね、うん、とっても可愛い。とってが可愛い、うん、とって可愛い、うん、ベリー可愛い、うん、とってがとってがね。はい、次、はい、次